同じスターティングファイブです。ユージン・フェルプス、坂田当たる、アンドリュー・フィッツジェラルド、吉野俊彦ということになっています。さあここでインサイド入っていって、バウンズパス、ゴール前ダンク決めていった。最初のポイント明生、そのトスの足元バウンズパスで送っていった。もう一度メインセにボールを預ける。メインセが当てていって、これ振り向いてフェイダーウェイ、決まった。今日はさあここどうかな、離して一旦外して、もう一度ここはバンクショット、ボールを澤部が迎えに来ました。もう一度神田とドリブル仕掛けて打っていった、決まる、ジャンパー決まった。神田と和む、そのあたりの改善点が解消されますと集まってくるものと思われますが、ここをダンク、倒れ込みながらも見事に片岡から、ここは片岡のこのプレーノールックで背面出していきました。さあどのような指示があったか、オフィシャルタイムアウト明け、酒井陽平が入ってきて、決まった、外へ展開するユージン・フェルプス、フェルプスがからのペイントエリア、バンクショット、ここは決めていきます。ボードを使って決めていきました、ユージン・フェルプス。バウンズパス外コーナー外して飛びから打っていった、シュリー決まる。山本修介どうするか、さあうんとパスが繋がらないが、もう一回山本ウィング3決まる、山本修介スリーポイント。サーブが入っています。そして、決まる、ダンク、ディフェンスをものともせず、ジャスティン・バーレル体を当てていく、おっと乱れた、なんとかボールをリカバリーしてゴールした、決まる、気を吐くユージン・フェルプス、こぼれたボールをなんとか吉野俊彦ゴール下に送っていって、回しながら残り30秒切ってきた、フィッツジェラルド反転して決めていきます。ゲーム1、愛媛を迎えての一戦、ここで試合終了です。85対63、仙台エイテライナーズ愛媛オレンジバイキングスを破って